願いいたします。この度経済産業大臣を拝命をいたしました小渕優子でございます。麻生大臣からは経済産業大臣、産業競争力担当大臣、原子力経済被害担当大臣、内閣府特命担当大臣を拝命いたしました。総理からのご指示としては、具体的にはまず第1点として東京電力福島原子力発電所の事故対応や福島の再生にしっかり取り組んでいくこと、2点目としてはデフレからの脱却を最優先に新たな成長戦略の推進に取り組んでいくこと、3つ目は責任の持てるエネルギー戦略の確立に向け、可能な限り原発依存度を減らす前提で再生可能エネルギーや省エネルギーの最大限の推進を図るとともに、原子力規制委員会によって安全性が確認された原子力発電所の再稼働を進めることなどについてご指示をいただきました。原発につきましてはいかなる事情よりも安全性を最優先させていかなくてはなりません。原子力規制委員会によっては先ほどお話があるように新規制の基準を適合すると認められた場合にはその判断を尊重し原発の再稼働を進めるということに、こととしています。その中で今お話があったように依然としていろいろと反対や不安の声が寄せられるという話でありますけれども、当然のことながら再稼働にあたっては立地の自治体など関係者の皆様の理解をしっかり取っていくということがやはり何よりも大事なことだと思っておりますし、国としてもそうしたことについてはご理解がいただけるようにしっかり説明をしていかなければならないと思っていますし、また地元のご要望ですとか関係者の皆様のご意見というものを真摯に伺ってまいりたいと考えています。